はい、みんな大好き、サンテンバースト、ガスブロ M93R です。MGC の OEM、から KSC 立ち上げ、今に至るまで幾多のバージョンが、世に放たれた、引きこもごもった一品ですね。まずは、MGC の M93R です。セミ、サンテンバーストの、2パターンのセレクティブです。ただ、非常にお安く手に入れたものなので、セミオートがフルオートになってしまっています。3点は問題ありません。自力で指切りセミオートとすれば、セミ、フル、3点、自力セレクティブ運用だって、可能です。グリップは単色、ちょっとおとなしい色使いです。本的な部分は、KSC の現行のものと、そう変わってはいませんね。マガジンを含めた重量は 1065g です。比較した4強の中では一番軽いですね。ちょっと軽いなぁ。入手経路があれなので、足りないパーツでもあるのかな？リコイルスプリングは、なんだか短いような気がするし。フル落とし屋のない、シンプルなハンマー周りです。刻印はリアルなタイプですね。でも、ASG 系の刻印も入ってます。勝手にフルオートな状態なので、自力でセミオートですよ。3点バーストは好調ですね。マガジンは自動で落ちそうになります。次は、箱も取説もない、KSC の M93R、2なし AGK です。ガリューブルーイングで、ちょっとエッジの甘くなった、変わった印象です。マガジン込みの重量は 1188g、 ABS モデルとは結構違ってきますね。インナーバレルが改良されてるようですが、詳しくはわかりません。これもフル落とし屋のないタイプです。刻印が、大人な事情を組んだタイプです。ラッチの下に刻印は、ありません。ちゃんと動くって、素敵。むしろ AG なんですけどね。打った感触は、なかなか良いですよ。キレは、それほどないんですけどね。ヘビーウェイト騎士のリコイルショックは、重めですね。フルオートシアが搭載されて、2を冠した KSC の M93R です。箱はボロボロだけど、本体は綺麗ですよ。グリップの仕上げのせいかな？ちょっと質感が良いですね。
これは、袖ロッキングブロックが外せますね。モデルガンっぽいですね。まあ、バレルやブリーチを眺めても、僕には詳しい違いはわかりません。フルオートシアが搭載されたハンマーハウジングです。他の部分は、そんなに変わっていませんね。ホールディンググリップホルダーが、別パーツで金属になったのは、このモデルからかな？新しめのモデルは、ディスコネクターと、フルオートシアを、下げてやらないと、スライドがスムーズにはまらない時がありますね。刻印が、大人の事情を組んだタイプです。おなじみの、ラッチの下に KSC の、刻印です。これ、ABS モデルですよね？って感じてしまうくらいの、打った感触です。かなりキレのあるリコイル動作も、派手ですね。普段、旧モデルばかりで遊んでいるせいかな？最後に、現行モデル、KSC の M93R2、システム7、ハードキック、ヘビーウェイト樹脂モデル、です。マガジンフォロワースプリングが、見えてしまうタイプのマガジンです。メンテナンス性も大切だけど、面倒な前のタイプの方が、好きなんですよね。マガジン込みの重量は、1203g です。今回比較した4強中で、一番重いですね。無知な僕ですから、具体的に、どの辺がシステム7のパーツで、どの辺がハードキックのパーツなのかは、いまいちよくわかっていません。なんかすごいんだぞ、程度の、理解です。でも、欲しかったんです。刻印はリアルなタイプです。気遣いの、ラッチの下の KSC ですね。リコイル動作のスピードは、ABS モデルにわずかに、劣る感じですが、リテールショックの重たさは、いい感じです。ただ、重量があるタイプで、フレームがショックを抑えてしまうはずなので、過度の期待は禁物ですね。
4画面分割は、音なしですよ。よくわからないので、スローにしてみます。はい、いかがでしたか？細かい違いを探せば、もっと多くのバージョンがありそうですね。似たようなのを持っているのに、また似たようなのが欲しくなってしまうという、懐には優しくない感じの、お品物です。とりあえずの、各モデルを簡単に比較したということで、今回はおしまいです。